佐藤式リンパケアの佐藤です。今日はですね、内臓のリンパですね、これを流すことによってものすごく吸収も良くなりますし、胃腸の状態も良くなりますし、足のむくみとか体のむくみとかも改善いたします。で、腸リンパ系と言われる、ね、リンパ管やリンパ節の6割が腸にあるということなんですけども、実はこの腸だけを流してもうまく流れるようにはならないんですね。これだけじゃなくって、他のメインのリンパ管を流すことによってよりいい体のリンパが全身を巡って体が軽くなりますので、体のむくみやですね、疲れとかにいいお悩みの方はぜひやってみてください。まずちょっと立ち上がりますね。実際にリンパ管というのはどういう風な走行をしているかというと、足からずっと鼠径部を通って、ここの乳鼻層というところまで来ます。例えば 左も一緒ですね。乳鼻層まで来る。この乳鼻層ともう一つが、腸内の乳鼻管という毛細リンパ管から乳鼻層に来て、胸管という太いリンパ管を通って胸腺を通って左の鎖骨下に入るんですね。この中の乳鼻層を流すにはどうしたらいいかというと、まず足をサササッと撫でて毛細リンパ管の弁を開きます。でこれで足踏みしていただくと、こっちの足が軽くなっています。軽くなったってことは、この足のリンパが流れている。でここもなでなでして、こうさっさっとやって軽くなりました。今度はこちらですね。こちらさっさっさっさとなでて、ここまでなでて、で足踏みしてあげると軽くなります。それでここまで来るわけですよ。そうしたらまずちょっととりあえず乳鼻経管の方は置いておいて、でこのメインのリンパ管の流れを良くするために左の鎖骨下を触ってくる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 と後ろに回してあげることで、足から鎖骨までの流れが良くなります。これで準備は終わりですね。これで足のむくみとかが取れたことも確認して、今度はお腹を撫でて、1,2,3,4って撫でます。それからこの溝落ちを撫でて、そして横から、これ優しく撫でればいいですね。で下まで持ってくる。そうしたらぐるーんと意識的にぐるぐるっとここの中を撫でたら、今度はお腹をこっちからへこめて、で上をへこめて、横をへこめて、下をへこめてって、ぐるんぐるんっていうへこまし方をしてあげると、これヨガでいうナウリっていうものに非常に近いんですけども、そうするとよりグイングインって腸が乳鼻管から今ここのように乳鼻層が今流れるようになってますから、ザーッとこの腸管のリンパが、これ栄養を吸収するリンパなんですね。これがガーッと流れますので、もう一度足を撫でる。これちょっと動かしてあげて、それからまたさっさっさっさと撫でて、ぐるんぐるんぐるんってやってから、鎖骨下をぐるぐるぐるってやってあげると、でまあまあこう左に鎖骨下に入るんですけども、ついでに右もちょっとやってあげると、ものすごく足が軽くなって、腸内の流れがザーッとリンパが流れるようになりますので、このね、足を撫でるっていうことと、鎖骨をぐるぐると回して、この詰まりを通ってあげるってことをしないと、乳鼻管と乳鼻層はうまく流れないと思っていただいて結構かと思います。このね、リンパケアっていうのを皆さんやっていくことで、強く流すんじゃなくって、とにかく体を動かして、リンパの毛細リンパ管の弁があるんですけども、そこの弁のフィラメントって言ってね、ファシアを開くことによってより流れやすくなりますので、皆さんぜひやってみてください。乳鼻っていうのは、まあいわゆる乳液状のローション状の脂肪酸というね、消化されて、油が消化された状態で乳液になったものです。
白濁したものなんですけども、それが胃腸から絨毛っていって、まあ、要するに腸の壁の毛一本一本に毛細血管と毛細リンパ管があると。でここによって、これによってエネルギーが体に吸収されるということで、リンパは下水の役割ともう一つは栄養吸収という役割があってですね、これが両方流れることによって体の循環っていうのはこの排泄系と吸収系がうまくいくことで初めてうまくいくという形になっていますので、皆さんこの乳糸っていうのを、乳糸っていうのはねミルクです。ミルクが父の乳ですね、こうミルクがザーッと流れることをイメージしながら、足が軽くなって、体も温かくなることをイメージしながらやってもらうと、どんどんと脂肪も燃焼されて、糖も燃焼されてエネルギーにあふれることができますので、まあ、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。よかったなと思ったら高評価ボタン、それからですねコメント書いていただければコメント返すようにいたしますので、ぜひよかったな、うまくいかなかったなっていうことがありましたら書いてください。それからですね質問も受け付けています。でチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。